はい、このように車内に警告音が鳴ります。運転手の方が、後部座席にある、顔認証端末に顔をかざすと、車内を確認してください、もう一度車内を確認してください、警告音が止まります。AI のシステムを導入することによって、人の目プラス AI の目で 100% の安全を確保できる、安心して保護者の方にもお子さんを預けていただけるのではないかなと思って導入を決めました。